皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日は初恋のいちご風味、こちらのレビューをやっていきたいと思います。ネーミングが初恋のいちご風味だということがあって、甘酸っぱいフレーバーに仕上がってるんじゃないかと個人的には思っております。早速飲んでいきましょう。ビーレジェンドではこちらのね、1食サイズが小分けされたお試しパックというのが販売されております。1キロサイズで、ね、味もね試さずにいきなり買うのはね心配だなっていう方は、こちらのねお試しパック一度ご購入いただいて、お口に合うかね試していただいてから、こちらのね1キロパックのね参考にねしていただければと思います。こちらのねいちごの他にもね13種類ですね、お試しパックの展開がございます。ぜひねそちらの中からね自分に合うフレーバー見つけていただいて、こう長くね続けていただければ嬉しいです。でこちらのね1キロパックのねプロテイン買っていただくと、ビーレジェンドの方ではこちらのねスプーンが付属されております。でこちらをねすり切ってパウダーを1杯すくっていただくと 30g 計量できるようになっておりまして、それをね水に溶いて飲んでいただくことでタンパク質がね 20g 取れる設計になっております。ぜひねこちらご活用ください。でビーレジェンドのねプロテインはだいたいね 150ml からね、まあ、300ml の間でね調整して飲んでいただければいいと思います。で味がね濃いのがお好みの方は水の量を少なめにして、で薄いのがね好きな方は水の量を少し増やしてあげると味の調整ができます。で本日はこちらのねお試しパックから入れて飲んでいきたいと思います。外出時のね持ち運びに非常に便利となっております。でお試しパックの方にはこちらにね切り取り線ついてるんで、ハサミも何もいらずこのまま切って入れていただけます。開封するとね非常にいい香りがねいたしますね。いちごだけというよりかはいちごミルクのような、ね、非常にいい香りがしますね。それではね早速入れていきたいと思います。で蓋を逆に回してカチッと言ってからしっかりと閉めてあげます。もう非常に綺麗に溶けてますね。泡立ちもねダマももうほとんど残っておりません。でパウダーを溶かすとね非常にね綺麗な色にね色づきましたね。いちごミルクのような綺麗な彩りとなっております。パウダーで嗅いだ時よりよりいちごのね香りが強くなっております。いちごミルクみたいな、ね、香りですね。いただきます。甘酸っぱい。思い出しました、あの時のね切ない気持ち。いちごミルク感が強いのかなと思ってたんですけど、ほのかにねいちごのね甘酸っぱい感じもね絶妙にね体現できてるんじゃないかと思います。水で飲んでねこの感じってことは、牛乳で飲んであげると非常に飲みやすいいちごミルクになるんではないでしょうか。でどんなね味にね近いのかと言われますと、僕ねちっちゃい時に果物のいちごをスプーンとかで潰して牛乳に入れて、で若干ね味付けにね砂糖を落として飲んだりしてたんですね。あのね感じにね非常に近いんじゃないかと個人的に感じております。水で溶かすとね甘酸っぱさがね際立つかと思うんですけど、牛乳とかね低脂肪乳で飲んであげるといちごオレとかねあんな感じになるんじゃないかと思います。水で飲んでねさっぱりと飲むのもよし、牛乳とかで割ったねいちごミルクのように甘く飲んでいただくのもいいと思います。ぜひ一度お試しください。こちらのね初恋のいちご風味のね味をね星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しましては星3とさせていただきます。甘すぎず、果物が持つねそのものの甘さのようなね甘みがね上手にね再現できたんじゃないかと思います。酸味に関しまして星2つとなります。いちごが持つね酸味見事にね再現できてたんじゃないかと思います。個人的にはね初恋の甘酸っぱさも再現できてたんじゃないかと思います。星2つとさせていただきます。スッキリに関しまして星3とさせていただきます。飲み終わった後もね甘ったるすぎない感じがね非常にね好感を持てました。スッキリに関しましては星3とさせていただきます。クリーミーに関しましては星2つとさせていただきます。最初はねいちごミルクっぽいからクリーミー感が強いのかなと思ったんですけれども、いちごのね酸っぱい感じがね上手にね再現されてました。ですんでねいちごミルクほどクリーミー感はないんでね星2つとさせていただきます。いちごミルクっぽく飲みたいんであればねぜひね低脂肪乳とか牛乳で持って飲んでみてください。甘みが3、酸味が2、すっきりが3、クリーミーが2ですね。ぜひね商品購入の際の検討材料にしていただければと思います。
かき氷のいちご風味の栄養成分表示ですね。1食 29g あたりエネルギーが 113.4kcal、 タンパク質が 20.5g、 脂質 1.5g、 炭水化物 4.4g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C38.3mg、 ビタミン B6 が 0.8mg となります。でこちらのね、初恋のいちご風味に関しまして、染田、個人的にね、非常におすすめな飲み方があります。初恋のいちご風味と、ジュニアプロテインのね、すくすくチョコっていう風味があるんですね。そちらとね、半々の 15g、15g のピースで割って飲んでいただくと、なんとね、あの三角のチョコレートあるじゃないですか。いちごチョコみたいなやつ。あのね、風味になっちゃうんですね。このまま飲むのもね、もちろん美味しいんですけど、ぜひね、ジュニアプロテインのチョコとね、半々で割って飲んでいただければいいんじゃないでしょうか。ぜひ一度試していただければと思います。商品ページに飛ぶね、URL、動画の概要欄に貼り付けておきます。ぜひね、そちらから商品ページに飛んでご購入いただければと思います。それではね、またね、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。